骨盤や股関節周りをほぐし整えるフローです。コロコロ転がりながら展開していく流れを楽しみましょう。チャイルドポーズからお尻持ち上げて四つ這いです。マットの真ん中あたりにお尻をついたら、マットの右側へ両足を引き出してマットを横に使います。両膝立てて、両手は指先が自分の方を向くように後ろにつきましょう。マットからはみ出ても構いません。それでは吸って両手で床を押し、胸を大きく開きます。そのまま吐いて、吸って視線も遠く斜め上の空を見上げましょう。吐いて背骨を緩めたら、右の足首を左の膝あたりに引っ掛けます。吸ってまた手で床を押して胸を広げます。同時に右膝外側で前に空気をプッシュです。そのまま吐いて、吸って、吐きながら両足とも右側に倒しましょう。右足の重さで左の膝が床に沈んでいくイメージ。吸って両手で床を押し、胸正面、吐いて顔は左側へと向けましょう。柔らかなねじりです。吸って吐いて、吸って右手を軸に体後ろを振り返ります。左手も床を押したら、そのまま回して後ろの床に突き直す。吐いて視線は右側、左の足先を見つめます。そのまま吸って背中を伸ばして、できれば吐く息、骨盤しっかり床へと向けて右足の付け根を圧迫しましょう。もう一つ吸って、吐いて左の膝伸ばしてつま先で床を捉えます。吸って手で床を押しながらお尻を持ち上げ、右膝を外へ引き出しましょう。吐きながら右膝真横へ押し出し、骨盤は床へと戻します。できれば両手は肘に変えます。肩の真下で床を捉える。吸って背中伸ばして、吐いて右足は股関節も膝も足首も直角です。ここで呼吸、ももの内側の伸びを楽しんだら、また体の向きを変えましょう。今度は左手で床を押しながら右側を向きます。右足は足の裏でしっかり床を捉え、つま先は左足の方へ向けておきましょう。右手を右膝の上、吸って左の脇腹の伸びを感じます。吐いて、吸って、吐いて左の膝を曲げたら、右の座骨を床へと戻し、体また正面へと戻ります。右手をお尻の後ろに回し、左手で立てている右足を抱え込んだら、吸って背中を伸ばします。吐いて右側から後ろを振り返りましょう。吸って両方の座骨で床を押し、吐いてもう一つねじります。吸って右足、足の裏しっかり床を捉えて大きく吐いたら、吸ってねじりをほどきましょう。正面へ、膝も前を向くように右のかかとを自分の方へ引き寄せます。吐いて両手前、お尻を持ち上げ、もう一つしっかり足を絡めましょう。かかととかかとの間にお尻を下ろしたら、吸って背中を伸ばします。吐きながら上半身前へと軽く倒し、吸って背中まっすぐ整えましょう。今度は両手も前へどうぞ。吐きながら好きなところまで前屈します。そのまま吸って、吐いて、吸って背中側たっぷり広げて、吐いて首の力もほどきましょう。足の付け根に力を集めたら、吸ってロールアップ、体を起こします。吐いて両手を後ろについて足もほどいたら、吸ってお尻一度持ち上げましょう。鼠径部しっかり伸ばします。吐いて、吸って、吐いてお尻を下ろしたら反対です。
手の位置整えたら、左の足首、右の膝あたりにセット。吸って両手で床を押し、左の膝外側で前に空気を押して、胸を空へと向けましょう。吐いて、吸って、吐いて、両足左側へと倒します。右膝内側が床を捉えるところまで、吸って胸を正面。吐きながら顔を右側です。できれば右肘軽く後ろに引くように曲げ、右肩、右膝で引っ張り合いっこするようにねじりを楽しみます。次の吸う息、右手で床をプッシュ。その反動を使って体の向きを変えましょう。後ろ向き。吐きながら視線左側、右足を見つけます。吸って。吐いて骨盤かぶせるようにして左足付け根を圧迫。吸って。吐いて右膝伸ばしてつま先を床捉えたら、吸ってお尻を持ち上げ、左膝を引き抜きます。吐きながら鼠径部を床につけて、できれば両手も肘に変えましょう。吸って頭頂で斜め上の空気を押して、吐いて左膝どんどん横へと引っ張る。ここで呼吸。左の股関節解放、ももの内側の伸びを楽しみます。で今度は左側へと体を向けます。右手手のひらで床を捉え直しましょう。左足はしっかり膝を上向き、つま先は右足の方を向けて、できるだけ右の太もものすぐそばに立てます。左手もその膝の上、吸って右手で床をしてバランスです。吐いて、吸って右の脇腹伸ばしたら、吐いて右膝曲げて、左座骨を床へ下ろしながら正面を向きましょう。左手体の後ろ、右手で左足を抱えます。吸って両方の座骨と左足の裏で床を押す。吐きながら背骨まっすぐのままで後ろを振り返りましょう。吸って、吐いて、もう一つ左ももの内側を右の脇腹へと近づけます。吸って、吐いて、吸ってねじりをほどいたら、左膝を前へ向け、かかとをお尻のそばへと引き寄せましょう。できれば両足とも足の甲で床を捉え、指先は後ろを指すようにしておきます。両手前についたら、一度お尻を持ち上げて、もう一つ骨盤底筋でキュッと両足を寄せてから、お尻をかかとの間に戻します。吸ってももの内側同士寄せ合った力を背骨に通して背中伸ばす。吐いてまっすぐの背中のまま座骨を後ろに引いて骨盤前傾です。吸って、吐いて、両手も前、背中丸く、首もリラックスしましょう。吸って、吐いて、足の付け根も緩めて OK。 吸って、吐いて、頭の重さを股関節で感じます。吸ってロールアップ。また背骨にエネルギーを通したら、吐いて両手後ろにつきましょう。指先自分の方、足をほどいて骨盤幅で床を捉えたら、吸ってお尻を持ち上げます。吐いて座骨膝の方に向けて鼠径部伸ばす。吸って手足で床をして、もう一つ骨盤持ち上げる。吐いて、吸って、吐いて、お尻を床に下ろしましょう。少し両足パタパタ左右に揺らして股関節をほぐしたら、両膝左側へと倒します。そのままお尻持ち上げて、マットの中に四つ這いです。吐いてお尻を後ろに引いてチャイルドポーズで休みましょう。上半身の重さを、柔らかくなった股関節で受け入れて、
そのまま呼吸を楽しみます。